皆さんこんにちは。着物 Vlogger で着付け講師のチークです。前回の動画では着付けに必要な小物のご紹介をしました。今日は着付け小物が足りない時、例えば帯枕がないとか、襟芯がないといった時に、使える対処法をご紹介します。それではまず帯枕を作っていきましょう。材料はフェイスタオル1枚、タオルハンカチ1枚、腰紐1本、輪ゴム3本です。家にあるものだけで簡単に作れます。まずフェイスタオルを四つ折りにしていきます。その上に二つ折りにしたタオルハンカチを重ねます。腰紐の真ん中を持ち、タオルの中心に重ねます。中心に向かってタオルの上下を折ります。さらに全体を半分に折ります。中心を輪ゴムで留めます。さらに両端も輪ゴムで固定していきます。このように3箇所をゴムで留めることで帯枕のような自然なカーブができます。これで帯枕の完成です。帯枕とほとんど同じような形になりました。タオルで作った帯枕で結んだお太鼓がこちらです。もちろん専用の帯枕の方が結びやすいですが、出来上がりはほとんど同じです。次にコピー用紙で襟芯を作っていきます。必要なものは A4 のコピー用紙3枚とテープです。それでは実際に作っていきましょう。まずコピー用紙を10センチほど重ねて広げます。ずれないようにテープで軽く固定していきます。全体を斜めに一度折ります。長襦袢の襟の幅より少し狭くなるようにそのまま折っていきます。最後は端をテープで留めていきます。長襦袢の襟の中に入れてしまうので、そんなに丁寧にしなくても大丈夫です。これで完成です。このように一般的な襟芯と同じような長さになりました。長襦袢の半襟の内側から襟芯を差し込んでいきます。このように中の紙を少ししごいてあげると綺麗なカーブになります。コピー用紙で作った襟芯で着物の襟もシャッキリしています。前も違和感がありません。いかがでしたか？小物が足りないというピンチの時に役に立つ対処法についてご紹介しました。もちろん事前に準備ができているとベストですが、もし困った時があったら活用してみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をしていただけるととても励みになります。インスタグラムもフォローよろしくお願いいたします。